スリー、フォーじゃないですか。レーが高くなかった。マイクロス、ヤスティン、ゲナビ、ジー、シャン。あ、レスリー。レスリーじゃん、そういえば。レスリーですよ。ついに大会に久々に現れるのかな。え、さっきやってなかったの。全然見なかったの。2年ぐらい見てない。嘘嘘嘘嘘。2年は言い過ぎじゃない。2年言い過ぎか。1年半ぐらい。そうね、でもガチで1年半。いや、1年半とかでしょ。ね、え、オーストラリアってあそこだったんですか。だって言ってない。だってオーストラリアもう1年半前です。マジか、うん、いや、オーストラリアあれじゃん、1年半前のカナダカップとかでしょ。オーストラリアにいたんすよ。そう、オーストラリアにいた。あ、そう。え、あ、去年オーストラリア行ったっけ。一緒に去年は行ったけど、うん、あ、そうだ、行ったか。あれ、でもあれ1年経ってない。経ってないんですよ。1年、ちょうど1年ぐらい。ちょうど1年ぐらい。でもまあ1年でちょいぐらいな。5月とかは全然見なくなっちゃったな。地元の大会とか出てんじゃないのか、はい、あ、おお、来ましたね。来ました来ました。天敵。天敵。なんかいきなり目が泳ぎ出したけど。当たった。大丈夫。当たったら死にます。気がしましたね。当たったら死にます。二人ってことはこれ対マンです、ね。いやいや、対マンの大会。いきなり無償マンの大会。優勝決定。てか無駄にハードルが上がったっていうね。この時点で。あれけど いる？エモとか海外で。あ、てかあれっすよね。ゴーゼロ組とかって言ってないですけど。あ、じゃあゴーゼロで。ゴーゼロでとりあえずやります。おお。来ましたね、ゴーゼロ組が。ゴーゼロって5000ってこと？そうっす、5000以上です。あ、これでいいか。さあ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 、はい、どうでしょう、50組。なんか最近トパンガ TV に関してはもうだいぶ前から、まあ、毎週やります的な感じになってるから、うん、あら集まるんですけど、まあ、ほぼ、まあ、キープ。さすがに発表するのは遅かったですね。まあどうしましょう、埋まんなかった場合。いや、キープは埋まってた。キープっていうか、その4本組に下げてもじゃあ4号組しましょうか。4号組でも、まあ、4号に行ってないし、まだ行ってないけど、じゃあ4450組に行きましょうか。あららら、あー、キープしたかったのに。キープしたかった。キープはちょっと失礼だな。確かに、うん、ちょっと失礼。じゃあ445、またちょっと入ってきてもらえば。あ、おまさに4450組、4号組です。 OK でございます。最近あの水曜日のトパンガ TV の方ではもうすごいんですよ。あの1人、今までって2回やってたんですけど、うんうん、あの別に問答無用で出れてたんですよ。だけど最近ちょっといろんな人が入ってきてくれて、一回出た人が出れないっていうルールが、あー、一瞬で埋まるの。埋まっちゃうんですよ。しかも全員50以降。50以降。マジかよ。だからその2回目とかやると、1回目知らない人たちがいっぱい入ってきてくれて、うん、こういう現象はちょっとやっぱそうないんですけどね、最近は。カズノコさん、ツイートした方がいいんじゃないの。いや、ツイートしたんですけどね。ツイートしたよ、ね、なんですけどね。リツイートしてこなかったな。まあ、数の子にそんなにみんなシンガポール優勝してほしくないんでしょう。それはあるね。フォーク、まあまあ、フォーク限定。いやいや、ラブマー4人かこれ、ね、40に4人か。40っすか。40に下げますか。40にできれば何でもいいっすね。40、実力50、40とかいっ4-0 にしますか。4-0でいきましょう。とりあえずじゃあ4-0でお願いします。何分まで待つかってね。最悪これあれですよ、入ってこなかったら、はい、ランク間に変えて、はいはい、まあ、エンドレスでもいいですけど、はいはい、で入ってきてもらいましょう。確かに入ってきてくれますから。ベンチやった方がいいですよね。来てくれた人全員と日本選手にして自分トーナメントてかもうあれ、あ、入ってきますね。本当ですか。あの身内の方じゃないですか、これ。入ってきてくれた。優しさ。仕方ないから。42分。そうか。いや、42分ってます。そしたら、全員2試合出れば。ちょうどいいかね。ちょうどいいかね。どうします？これ、どうしましょう。ランク増しましょうか。ランク増しましょう。ランク増しましょう。この人すいません、はい、すいません、あのこの人たち入ってランクも入ってきていただけたら嬉しいなと。日本選手でいいです。日本選手がいいの。まあどっちでもいいですね。時間がだったらエンドレスの方がいいね。じゃあエンドレスで。じゃあエンドレスでもう上から順に、はい、あの最初あのメロコジさん入ってきてもらって、はい、それ以外蹴っちゃっていいですか。それ以外蹴っちゃっていいです。じゃあそうしましょう。厳しい。あれちょっと待って厳しい。モトゥさん以外コジさんとブルーエンブレムさんとジンなんとか、まあ、見ればわかります。見ればわかりますか。あともう一方いましたよね。もう一方結構名前なかったですね。元さんじゃないよね。それはないですね。はい、来ました。さすが南本選手、まあ、大丈夫ですよ。西谷選手行きましょう。シンガポールに向けて西谷選手で、
絶対こんな強い方がいいんだけどな。間違いなくいるわけない。探してもこの人しかいないんだけど。多分世界最強ですから。そんだけ強いの。これ倒したら、ホークだとっても何も思わない。何とも思わない。いや、でもいない。何とも思わない。いや、でも、これ。ドルゴジョに勝っても、もう一回来たら、俺別に何とも思わなくないですもん。いやいや、その海外でそのフォーク当たった時に自信が違うじゃん。あ、まあ確かにそれあります。これ自信がつかつかないか。でもなんかきついきつい言う割に結構勝ってんだよね。むしろ負けの見てないんだけど。いや負けますよ。小石さんトーナメントの方でもかなり大活躍されてる方なんで。優勝どうしてんの。フォークで優勝とは結構普通に優勝してます。あとはあの、カッサガリでもフードくんのキャンミー対策でよく入ってきてくれてた、ヨシキビさん。ヨシキビさんとコウジさんと、あとまあインポさんとかがもうかなり優勝多いかな。なんだ。まだ死んでた。え、サカンテラまたなんだ。そう早い、相変わらずの。それやっぱ大会でもそのスピードでちゃんと出せる感じ。いや、大会手震えてなかったから、ね、こんなんなったら、最初に出ないんですよ。数の子が手震えるって全然想像しづらいんだけど。いや、俺手震えたことありますから。うまいんだけど、手震えてきた。会場があれ2回くらったらちょっと震える可能性あるな。おぉできる。しかもこれ、レイジマンたまる。最高のコースじゃないですか。一生駒投げ低下すると思うんですよ。うわーほらほらほら。うわーすごい。確かにすごい。今のってなったでしょ。ダイパー打ったら当たります。ダイパー打ったら当たります。もしかしたらバレて。いやこれ無理だよね。いやでもここで一回止めて綺麗出すのに。今の据えるポイントだけどさ、確かにすっちゃいけないよ。いや半端ねえな。困ったね。相手も困ってる。ちょっと困るね、これ。相手も困ってるんですけど。おお、プライチ。ああ、プライチじゃないよ。で、向こうがプライチ。ああ、そう。絶賞先端だからさ、今。うん、あ、本当に？そうそう。一発あたりは。いや、前ネジだったら回してるでしょ。あ、でも回してもいいのか、今だったら。手がてぇ。ははは。クソ手がてぇ。意外と。あ、うわ、さすがに。いや、対空、マジ出ますよね。使う。ああ、これは美味しい。これにして、だから。うわ、裏。表じゃん。裏か。ちょうど危ねえよ。で、なんかいかない。タイムアップでいいんじゃない？タイムアップで。うまっ。うまい。おめえ、やっちまった。今のか。今の忘れた。今のがやばいやつ。やべえ、やっちまった。癖で入れ込んでた。うまそう。出るなぁ。早いね。これ EX、もう、あぁ大丈夫だ。大丈夫だ。ひやっとしてるな。今でも、ワード前に来て当たりに来たような感じしますね。なるほどね。あ、前出してればいいのか。前出してワード。めり込んだら隠っちゃうでしょ、ね。手の内だったなぁ、間違いなく。いやぁ、相変わらず面白いなぁ、メロコージさんは。ただ、運がなかったって感じですよね。確かに。ただ、リバサじゃなかったのかな。うん、リバサじゃなかった。リバサ。あれ、リバサで出すのも結構大変だろうけどね、回す方。なんか多分、ザンギ団が開発したんですよね。わざと前に来て、ラギクション当たりに行って、リコン当てるっていう。ザンギ団、すごいんだよ、発想が。発想がすごい。サガットに対してさ、アパカ嫌じゃん。で、アパカバクステってやるじゃん、サガットって、うん。リバサじゃなければ、そのアパカをセビダッシュするんだよ、うん。で、サガットバクステやるじゃん。そこをかくるんだよ。それ、クソフォー時代唯一やってきたんだけどさ。アパカに対して、まあ、リバサだと割れちゃうから意味ないんだけど。うわぁ、やっちまったぁ。今、サーブに立ち方したもんな。それぐらいでしょ。うん、なるほど。いいやつにしてた。お前はお前だけじゃないよ。めっちゃ発生早いんで。うわぁ。うん。いいよ、これ綺麗。もう下に。おぉ、隠せる。おなんだよぉ。下今の。うちに来て。なんだよ。危ねえ、ちょっと前歩いてたら。てか、円柱パーもう一回振ってたら死んでましたね。え、そうなの？あ、そうだ。釣れたんだよ。それは座り中そうだね。完璧ですわ。うん。ここからなんだよ、フォーク。大会前だ。さすがにこれ、有利じゃね？いや、わかんないけど。でも確かに。おいってー。接続しなきゃいいな。あ、そ、その部分。起きたー。いや、一応これ、はずのこの中で一番、一番組み合わせなんでしょ。一番、なんか、ちょっと後で説明しますわ。はい、どうぞ。うわぁ
うまいな。あー、これすごい狙われてる、垂直。アイコンはごまないわ。すごいね。で、爆睡したの。読み合いの幅がお互いすごい。うまっ。おっと、おっと、これは危ないね。あ、これ美味しい。あ、ないのか。うわっ、うわっ、すごい。これ、終わるパターンじゃないですか、これ。手伝うの？いや。おわ、出ねー。幻影陣出ねー。しかも出なくて、なんで絶唱になったの？絶唱、あー。いや、幻影陣出したかったんですよね。なんか、絶唱から幻影陣キャンセルできるのかと思った。聞いてましたよ。絶対幻影陣使った方が強いだろ。幻影陣、おぉ、ちょちょ、危ない危ない。危ない危ない危ない。捕まったらもう、やばいぞ、マジで。思ってたね。え、裏だろ、今の。危ない。あー、そっちかー。そっちか。今の、なんかちょっと絶唱。あの、絶唱だね。いや、リバーサスパコンで大絶唱で繋がって終わりだったんですけど。そうだね。これが出なかったのが。来たー。うまい。なるほど。最大。やべえ、これはまずいぞ。落ち着いた方がいいまで。何、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 知らねえか。はい、きつい。置き詰め、置き詰めいくでしょう、ここは。これ、不利は、不利っていうか。いや、多分 TP が3000とか4000とかの人のフォークにマジで勝てるんですよ。こんなのないとか言ってやってきて、じゃあ、2勝しましたね。1回戦しっかり突破しましたね。ありがとうございました。はい、1回戦突破です。おめでとうございます。おじさんめっちゃ考えてそうだから、うん、なんか読み合いになってるんですよね。まあでもキャラ的にはきついそうには見えるけどね。俺もきついかなとは思うな。読み合いしない、読み合いしないっていうか、そのアグレッシブ系な人はちょっときついですね。ありがとうございます。皆さん律儀にちゃんと順番通りに。確かにありがたいですね、はい、嬉しいですね。ありがとうございます。いや、ガイルですか。あれ、ガイルのか、ガイル使う人はシンガポールにはシンガポールにはいないっぽい、ね、いなそうだったよね。これは踏みつぶし、踏みつぶしですね。これ案外そんな有利じゃないっていう噂は。案外有利じゃないですけど、これ言うとガイル使いでも切れるんですよね。切れるの？切れます。本当？いやいや、さすがにまあユンが有利なんじゃない。さすがにユンさんがユンがいけるっすよね、ガイルで、うん、あ、マジか。ユンさん、ユンさんか、何の話ですね。ユンさんといえばもうスト4時代の、そうだね、自虐から2万くらいはやった方ですからね、ガイルを。ユンさんがいけるって言ったら大体いけそうだよ。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、もう一回やるから、これ。あー、当たんないんだ、あれ。うまそう、マジで。確かに。確かに、やれなくはないよね。うんうん。しかし、もう一回やるんですか。この歯の食いしばり方は、確かに、かなりのものですね。いいねー。出るねー。もう、まだか攻める。やりますよ、これ。はい、来たー。できてる？もう許せなかった。もう許せなかった。リバサザマさんと。4連発ですか？ 4 連発ですね。4連発。ガードサイちゃんと。確かにガードサイ。もしかしたらこれは、ブルーエブレムさんの主張かもしれない。当てないと勝てないんです。みたいな。どう不利でしょう。そう。ガイルきついんですみたいな主張の可能性はちょっとある。わからないよ。そんな不純な動機じゃない可能性もあるぞ。見せてきた可能性あるぞ。確かに見せてきた可能性ある。いろいろあるんですよ、可能性は。日本勝負だからね。うまい、出るなぁ。え、やっぱ打たないか。どうかでしょ、逆に打たないと思う。これ打たないでしょう。おぉ、それサバー下げれるの？下げると思います。ほんと？下げれないかもしれない。なんかでも下げれないと思うよ、それ。え、下げれないのかな。いや、だ仮に下げれるかもしれないけど、コパンのね、リタル。うわ、すごいタイミング。お、地獄しゃがみ中間みたいな。飛んでくると。ムーゲーマーやん。飛んでくる。来た、これ。おお。なるほど。うんうんうん。強いね。いい集中、いい緊張感ですよ、これは。いい緊張感。布石結構効いてる？結構布石効いてましたね。おれ。ただ、ただ、シンガポールはこれにプラス、後ろに外国人のギャラリーがいますから。確かに。そこですよね。多分、大体アウェイだと思うんですよ。大体。どうなんだろうね。
サマーソート4連発の時も多分喜んじゃうんですよ、外国の人。ウォーナーズウォーとかなんですけど、口の中でそろそろもうやめた方がいいね。もう十分だよね。そこはね、まだがぜひ寄るかもしれないですね。どういう動きに変えてくるの。お気に入りしてあれね、EX 届く打ったらほぼピヨるんじゃない、ガイルとかって。ああ、起き上がりに、うん、大体置き攻めしてる時しか打ってこないからさ、サマ。うん、おいしい。おお、やる、いいよ。うん、あ、はい、いいな。これやられるとね、相手ちょっと心が折れるんですわ。来た、モリちゃんの中国が。中国通り。おお、うまっ。うわっ、かわいい。珍しいね、ブレンさん、マジあれミスんだよね。ミスるとは、ね、プレッシャー感じてるかもしれない。いや、キャラの可能性もあるな。4は入りづらいとか。なるほど、うん、もしかしたらあるか。強いね、カズノコ。いや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 、そうやって持ち上げて緊張させるんだよ。いやいや、本当に本当に。いや、相手の方たちもかなりの、うん、うまい。確かに今の EX うまかった。待った待った待った、薬薬ね、薬細かいところうまいんですよ、ブレンさん。おっとー、今の、これソニック見て EX さん無理だよ。無理です、ね、全然無理でしょ。取ったら、うわ、いいて、お、うまい。あそこ爆死できるんだ。違う。さあ、これはかなり厳しい。あー、あー、やるしかない。あー、来た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 ー、ほらほら、お前ちょっと遅かった。そう、しかも何、確信してたろ、当たったみたいな。いやいや、ちょっといい感触だったんですけどね。感触はかなりコマンダー性格だった。コマンダー性格だったんですよ。これはきつい。あ、待て待て、手のけたの。では EX 様って減るよ、痛い。いくつなんだろうね、160とか70くらい減るのかな。もっと減ってそうじゃない。もっと減ってる。4の体力が少ないだけだ。リーチ、このリーチ最悪。これいくっすね。いや、さすがに残っちゃいますね。あ、ここにだ。何が通っても勝ち。そうだね、ここ当たったら終わるもん。うわ、かぶせ。あ、あれかぶっちゃうの。あ、ワンチャンかくるな。うわー、やめきった。これは詰みレシピ絶対あるよ、これ。うわ、なるほど。2回戦突破しました。おめでとうございます。強いなぁ。ファイルはめくり系の方がいいんじゃないかな、わかんないけど。そうですよね、でも。でもね、多分ないんじゃないかな。めくり系。ジャンプ中キックめくんないか。あれ、一応一部のキャラにはあるけど、めくり判定自体はそんなついてない。あ、この方はですよね。この人、この人ですね。ありがたいですね。好きな方の名前が長いのは覚えてるんですよね。キャラクターは何でしょう。ウルコンをね、どうするかね。お、これ、いいじゃん。写真のボールは。いますね。でもこれ。シェーンちゃんって書いてありましたよね。え、書いてあった。さっきあれ書いてあった。あとね、もう一人いる。俺、あの、カナダカップで当たったシンガポールの、なんか、なんとかか、はい、紙なんか、いなかった。あ、絶賞で締める人です。そう、絶賞で締める人。あ、超テンション高い言うね。いたなぁ。ユンドーキャラ、嫌だなぁ。いきなり西谷選手でやるの。言うてもでしょう。大国人に荒ぶって綿返ってきそうだしな。負けらんないでしょ。絶賞動きでも気をつけた方がいい。どんだけユンドーキャラやってきたんだっていうぐらいやってきてますから。このままの空気で動き変えられちゃいますよ、ユンに負けるだけはちょっと嫌だなぁ、俺。危ない。ニオ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 知ってるよ。僕らさんや大陸が知ってますから。やべえ、超マニアックな。何これ、弱なの。これね、余命になってるんだよね。大か弱で出すかで、なんか余命になってる。これダメなんですよね。うわぁ、いや、うわぁ、安い、まである。しかし。しかし。よかった今。いや、ちょっとこれやりながら、あの先週のチャリティーのお話もしましょうか。裸でチェーンソー対決。はい、あれ見ましたよ。あ、本当ですか。くらい俺は面白かったです。ありがとうございます。本当に面白かったです。梅さんはよう喋るなと。喋りたかった。あれくらい喋ってくれた方がね、やっぱやりやすいっすよ、こっちも。どうですか、俺の竹槍は。いや、やっぱさすがの竹槍だ。竹
キャリディスられてるのか褒められてるか分かんなかったよ。いや相当褒められてる。相当褒められてるか。レベル5で手にしたのにレベル40になっても使ってるみたいな。レベル40でも俺竹の槍竹槍でいいやみたいな職人プレイ、うん、まあ、なんかやっぱ風の子はちょっと緊張してたような印象はあったな。トークショー、まあ、緊張しましたね、うん、俺風の子そういうところで話してるイメージがないんでしょ。あ、確かに。まあ俺もないですよ。だってやっぱね、初めての試みみたいな感じが、ね、そうだね。トークショーなんて俺やったことないんだ。ないね。で、あれですね、コメント見てても評判はかなり良かったみたいですね。本当ですか。竹槍職人マジか、このゲーム。ダメだこれ、読み負けてる、かなり読み負けてる。ミスから私、お題振ってねえじゃん。うわ、すごいわ今の。みんな案外あれだったんですね。なんか強い EX 技がなんたらっていうので、このキャラの、ね、なくなった方がいいみたいなのなかったんですね。強い EX 技はなんかあんまり別に、うん、まあいいんじゃないですかみたいな。とりあえず梅さんが EX 人が嫌いなのだけは分かったんですけど。EX ってやっぱ強い。最近者もまた強さが出てきたじゃないですか。うん、崩せる、あの技が。そう、そう、あのスピードで突っ込んできたら、うん、ね、大ボケにしたのに、うん、やばい、今のは甘えた。今のは甘えないの。今のは両方食らうべき絶唱ってことですか。そう、今ので合わせない方が甘えるみたいな感じになっちゃう。布石が全然なかったと思う。今のは甘えた。やってみようよみたいな感じだもん。あ、そう、この組み合わせもやっぱさ、知識さかなりめちゃめちゃ出そうだよね。どこで雷撃有利不利なのかとか、うん、その垂直ジャンプかなり多いキャラなんで、うん、そこを読み合いにちゃんと加えてるかどうかとか、うん、お意識できないときつい。あれ、ユリいたかなぁ、この人。あれ、だけどやりたいよ、お前。まあ、ジャスティンいるからやりたいはやりたいですけどね。あ、もう一人の人やってみましょう。じゃあちょっとインコさん、また次待機でインコ。ちょっと待っててください、はい。いやだけど、あと1人ってモトゥさんでしょ。いや、もう1人、モトゥさんの前にもう1人です。いや、モトゥさんはちょっと、モトゥさん話しといて来週です。モトゥさんはやめてください。来週でまた今度みたいな感じで伝えといてて終わるんだけど、入ってこないなぁ。でもあれ、モトゥさんってあれか、ベガの人。そうまあ、ユン最近でもユン使ってるんだし。あ、来ないなぁ。でもじゃあ、これインコさん、インコ、いや、違うなすいません。すいません、嘘さん半端ないところにドパンガ TV って書いてあって入っていったら蹴られました。まあしょうがない可能性があるんだよな、まあ、エンドレスだと。あ、そうなんだ。いやだけどトーナメントに入って来ていただいてる時点で間違いなく配信見てないと。先ほどの方ですよね、はい、いやインコさんがってことで、ね、うん、でもこれだけ入って来られなかったら、じゃあインコさんお願いしましょうかね。どうでしょう、配信使用されてるようだったら。確かに、まあ、インコさんに関しては配信見てるかどうか分かりません。そうです、確かに。まだインコさんトーナメント何回も出てるから、まあ、配信見られてるんじゃないですかね。いや怪しいな。トパンガ TV だけ見てる感じ、貸したがりは見ないみたいな。うーん、違う、トーナメントないもん。えトーナメントないもん、火曜日は。ああ、まあ確かに火曜日オフラインが多いからね。確かに、うん、しかもあんまりランクマとかやってなかったから、インコさんぐらいやり込んでるんだったら対策とか見ないかもしれないし、ほらルーファス使ってる人いないですからね。ほら見てないんじゃない、見てないのかな、見てないかな。うーん、キープってシステムあったらよかったね。いやそう、確かに全然うざすぎてやばいですね。うざすぎてメインで厄介ごとキープって、ね、あれでしょ、5分ぐらいキープされて蹴られたらすぎてホストの指示によりセッションから退出させられましたこれそうじゃない、違いますね。うわぁ、これ最悪のパターンですよ。最悪のパターンですね。やっとけばって後悔するパターン。せめて誰かと最後やりたい。確かに、さすがに。えっていうか、いなかったよ。だって5人だったじゃん、トーナメント。トバマ TV 含めて。もう1人いますし。5人じゃないでしょ。え、5人、5人。あれ ?5 人つか6人いたら我慢してたもん。トバマ TV 含めて5人で。
下3つ開いてたか。下3つ開いてたよ。でもそれでも、それでも5人。いやいやいや、だからモトゥーさん。あ、そう、あれマジで。だそうだったって。だから君たちはインコさんとやりたくないから。いやいや違う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 。ホークでしょ。ホークがいる。トパンガ TV、ホークがいる。で今のユーズの方。あ、そう、トパンガ TV が入るんだ。モトゥーさん。あ。だインコさん蹴り損ですよ。これはやってしまった。君たちの。モトゥーさん。モトゥーさん最高じゃねえか。入ってこないこれ。じゃあ一人だけやりましょう。誰でもいいんで。お願いします。そうですね。いやまあそうしましょう。でも今入ってきてくれてた人たちみんな蹴っちゃったから。インコさんがだってこの配信見てない限り絶対入ってくるはない。確かに蹴られたら、ね、ああそういうこと、そういう空気じゃないんだね。誰か誰か。すごい人が並んできたら。この閉まらないのやだね。誰でもいいんです。これシンガポールちょっと限りが。確かにあやあやもあやあやつけた。あおあほら見たほら神だ神だ見てんすかね。見てらっしゃいましたよ。いやでも、ね、いやどうだろうな。いやなんかね多分連絡来たじゃないですか。さすがにいやまあ誰かしらの連絡が来たからさ、ね、連絡行ったでしょ。うん、いやちょっと間がおかしい。誰かツイッターでです。いや何にもなくて蹴られたのにサルに入るってないから。ない確かに確かに確かにそうそう。すいませんインコさん、ありがとうございます。優しい、お優しい。びっくりしたね。じゃあまあせっかくなんで西谷選手ですね。はい、西谷選手もやりましょう。5600汗かいたな。いやトパンガ TV でタグ1個思ったんですよ。お、いきなり EX 意識して、EX なんか EX 意識して、うん、うわー絶対間に合ってね。かっこいいじゃないね。マジかっこいい。あー爆睡した。確かに爆睡したかった。今のは爆睡した。いや今のは爆睡できない、うん、あーそう、うまてやんけそれ、うん、おーうまい。それちょっとして。おー来た。これ次に落ちちゃうんじゃないの。これ置いてる。おー来た。こすってこすってこすって。ウルコンからしないしない。スランベッショでダメージを稼ぎます。あの辺でな。おー来たー。なんで今勝たないね。案外硬直ねえな。これ EX だよ。これ EX でしたね。超乗ってます。 EX あるね。おーっとあーすごい。うーすごい。大会でもやるか。大会でもやります、ね、やりますね。でもやってガードされた時の選手の立て直しはちょっと難しい。今ね恥だからあんな辺の方がいいと思う。確かにちょっと微妙でしたね。でもだからこそ当たるんだよね。でも今のちょっと、いや、やったほうがいい。今のほうがやったほうがいいよ。うおっ、うおってか。あー、これは厳しい。いや、相手厳しいから打ったんだ。弱点強そう。おお。時間大事だ。同じ時間。意識して、意識して。意識ポイントだよ。カウンターになってると。次、もう小物つきない。あぶねー、すっごい待って。はい。もうめくり？めくりだね。うわー、怖かった。いやー、ちょっとそうそう飛ぶ待ってる気がするな。かっこいいな、それ。いいの入った。おい。ここは自信につながりますね、ルーファス戦の。そうね。かなり自信につながります。ガチで3割、4割くらい当たるだろうからね、ジャスティンとは。そうだね、うん、相当確率高いんじゃないかな。3割くらいかな。何人くらいエントリーしてるかとか知ってる？わかんないですね。300とかいいの？どうなんですかね。言うても150くらい？200。まあでも大体そんなもんだよね。難しいな、でも。あの子でも安定感やっぱすごいな。いやでもファルコンキックの対空かくってないのに当たってるから勝った感じですよね。まあまあまあそうだけど、でも相手打ちづらくなる。うん、かくんでる打ってくるんじゃないの。当たってるしな。おお、ずらしてくる。待てよ。おっと、すなんだ両対応みたいな打ち方したよな。これ痛い。いってー。いっあっ
ちょっとできないので、そこ痛くなる。おいさーい、ああもうそういう感じだ。この始め。ああ、うん。寸止め。うっ。あ、まあ、激しくねそれ。ファルコン踏まれるよね。ファルコンで踏まれる。死んじゃうじゃん。確かに。でも理想は空対空なんだろうけど、ミスったらジャンプ台形とか。いや、そうか。空対空だってジャンプ台形2発無理とかさ、低くなったらシャレにならんじゃん。絶叫はいいね。早めでしょで空中ぐらいになる。いやーやめて、早いなまで。おお、ああなるほどね。なんだブリブリも背負ってます。あめ。ああウルコンといてやめちゃった。おおね。これいく？これいかないでしゃがみちゃっといて。なる。ある。すごい。おお倒しにいったね。君。勝っちゃってもらえ。ああ負けたの。あ、差し切れなんだ。そんな選択肢は太いな。2回はなかったか。お願いします。どう、そのゲージ、よろしく。リーチ、あ、やばい、よる。お、いやー、上に出してる可能性ある。あー、すごい、これ美味しい、すごい、これまだ相当マニアックだね。あー、今のあー飛ばされたね。お、最大だわ。めっちゃ最大じゃん。めっちゃいいか。空対空からいくつ減ったらいいの。うわー、生きている、生きているよ。あー負けられた。選択肢は太い。あれ食らうよな、難しい。いや、ゲージもったいなかったな。気づいたらゲージちょうど持ってるな。確かに、背び寒かったな。確かに。あれ、絶唱って絶対うち以上だよね。中盤でしたことが。どうですかね。セビ貯めてるセビに対して、うん、どうなんだろう、わかんないですけど。どうだろうな。セティックス。わかんない。わかんない。皆さん、いや、わかんない。多分五とか六じゃない、ジャックは。あ、そんな早くない。そんな早くない。多分七より上だと思うんだ。七だと劣化と一緒だから。劣化絶対勝つんだけど。ジャックで。多分八以上だと思うんだよね。うわ、やべ、いきなり来た。やばい、ダメ、火力下がそう。火力は一緒だからな。これ泣いても笑っても、今日ラスト勝負ですよ。おい、確かに。シンガポール前の。やばいやばいやばい。いいねー。うわー、この男。悲しみ。待て。ここに来て撃ちますか。うんが。お回してね、くるくる回してね。あ、やってないっす。何が終わる、やりたいって。これ死ぬんじゃん。残ります。死ぬちゃう、これ。終わる、え、終わんないでしょ、さすがに。さすがにやってる。いや、でもいいと思いますよ。やりすぎやるよ。いや、大丈夫だよ。勝てる選択肢だよ。いきなりいっちゃいましょう。確かに結局かぜ。あぶねえ。やべえ。やってないだろ。やりました。漏れた。行かねえのかよ。もうこれやんねえわ、大会じゃ。うわ、これまずいよ。まずいですよ、これ。流れ悪いですよ。ナイスガード。落ちた。うわ、あぶねえ。ダメ系やった。きついぞ。くるくる気をつけてね、くるくる。あー、落ちた。ちょっと残りますよ、これ。いや、だいぶ残る、まだチャンスある。あー、これきついな。中段一発入れるから。うわ、裏だった。見えねー。これ裏なの。これ裏でしたね、うん、あれはもう本当タイミングで変わっちゃうでしょ。ルーザーズです、まだそれでも。帰ろ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 。まあでもルーザーズかー。よく頑張ってた。どうも、ゆうこさん、本当ありがとうございました。 おかげさまで助かりました。いや、ジャス先生、怪しくなってたな。リッキーを込めてたね。リッキーは書いてなかったね。うん、リッキーは書いてなかった。いや、でもまあ、あれっすよ。全体的なやっぱね、動きがさすがだったじゃないですか。まあ、これで負けたとしても、エボで負けないようにしようっていうね。そうですね。まあ、元から、うん、まあ、練習のつもりでいくんで。ルーファス戦は、あんまり得意じゃないって言ってたもん。うん。